断片的にしか思い出せない記憶だから無理やりつなげた話だ。始まりは美カメラのトイレだった。いつも使う何の変哲もないただの個室トイレ。茶色いユニット張りが目の前にある。まさかあんなことが起こるなんて思いもよらず。その日俺は朝からお腹が緩く、何が当たったのかわからないが無理をして外へやってきた。理由は簡単だ。彼女とデートだからだ。そして今日は新作 DVD の AVP2 とゲームの発売日だったので、美カメラの5階ゲーム売り場へとやってきた。5階をいろいろ探索している時にお腹の調子が悪くなり、彼女に謝ってから5階のトイレに駆け込んだ。時刻は多分だが10時20分。個室のトイレで用が済んでからトイレを出るとすぐさま違和感を覚えた。周りの騒音が一つもなく静まり返っていた。普通ならば売り場の有線が聞こえるはずなのに。ガラスドアを通して見える売り場には不思議なことに誰もいない。ただガラスドアの右にあるテレビにゲームのデモ映像が流れているが音声がない。誰もいない。スタッフも騒音も。あいつは？いや、この状況で彼女だけいると逆に不自然だ。でも夢なら。しかしトイレで気張りながら寝るだろうか。ありえない。ならこの状況は？空気が生温かく感じてたような覚えがあった。意を決して踊り場から売り場の中へ入った。気配すらない。俺は彼女の名前を呼びながらそのフロアをしらみつぶしに探したが、客もスタッフもいない。すぐに彼女へメールをした。それから人を探しに他の階へ行ったのか記憶がないが、誰かいないかとスタッフオンリーのドアを開け中に入った。扉は青い両開きで、入るとラックに積まれた段ボールが鮮明に残っている。さらにいろいろ狭い通路を歩き回ったが誰もいない。おもちゃコーナーに立てかけてあったポップが倒れた。立てるときにポップの頭を持つと曲がってしまった。時計を見た。11時28分。かなり時間が経つ。仕方なくトイレの場所に戻りドアを開けると、目の前が白いタイル張りに塞がれていた。辺りを確認するといつの間にか俺は便座に座っていた。トイレのドアを開けると小便をしている人物がいた。慌てて周りを確認した。しかし踊り場から売り場を覗くと違和感があった。ノートパソコンがずらりと並んでいる。ここは4階？俺は慌てて携帯を取り出し彼女に電話をした。彼女が返事をしたのだが、どこにいるのと聞かれて頭がパニックになりつつ、見たままを口にした。トイレから出たところ。トイレから出たところ？と驚いた声で言われた。時計を見ると10時23分に戻っていた。やはりトイレで眠っていたらしい。今まで体験した夢を簡単に彼女に話したのだが、帰る途中スタッフオンリーのドアを見ると、あの時のと同じ青い扉で俺が見た通りの景色が一瞬見えた。さらに型紙で作られたおもちゃのコーナーの立てかけポップの頭が曲がっていたのと、メールが来たと彼女が口にした。それはあの時俺が彼女に送ったメールだった。その話を彼女にきちんと話をした。それって時空のおっさんやん。あの時空のおっさん？でも誰もいなかったぞ。実際にあるんだね。2チャンネルのはネタじゃなかったんだ。と彼女が笑顔を向けた。もしあのまま戻れなければどうしていたんだろう。
彼女に会えないと考えただけでもゾッとした。不思議な体験だった。その日はすごく疲れがひどく、カラオケに着いてすぐに眠ったらしい。どこにいるのと聞かれて頭がパニックになりつつ、見たままを口にした。トイレから出たところ、4と驚いた声で言われた。時計を見ると10時23分に戻っていた。